走れ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 君の未来はじけ飛べ道に迷っちゃうような時こそ伝えたい走れ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 肩パルト上昇角40バランス正常全回路シールド排除武装システムへの動力回路セーフティーオフシリンダー内振動数毎秒3億6000万全て正常水力伝導管閉鎖弁解除人工入力発生開始ライフインベーター入力をスロットル微速前進から全開アルカディア号発進はい、こんにちは。しま TV へようこそ。本日は4月22日ですね。今日も寒いです。本当に今の時期こんなに寒いこと本当ないとは思うんですけどね。しかし今日は朗報です。もう冒頭に見ていただいて分かったと思いますが、ついにキャプテンハーロック立つですね。本当もう松本音体ありがとうございます。この一枚の色紙でどれだけ本当に元気をもらえるかっていうのをが分かりましたね。本当にまあしかしあの船はまだどこにいるのか分からないですね。アルカディア号はもう発進したんですけど、あの船がどこにいるのかまだ分かりません。本当にこれぐらいでいいんですけどね、運営の皆さん、まああんまりねヤマトの愚痴ばっかり言っててもあかんので、さすがに松本零士先生はあのイタリアでお世話になったということで色紙にイタリア語書かれてますし、まあその辺はやっぱり日本男児って言いますか素晴らしい方だなって思いましたね、まあ、そんな感じです。ちょっと今日短いですけども、あの朗報ということで皆さんにお伝えさせていただきました、まあ、おそらく著作権的にはちょこっとなんで大丈夫だと思うんですけどね。とちろの中の人、富山圭さんもどう思われてるのかなっていう気はしますけど、はい、以上しま TV の動画をお送りしました。また次の動画でお会いできれば幸いです。それでは失礼します。愛の速度を追い越してみせろ。